とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、レベル999、行きました。で、もう少しで、限界突破するね。レベル4桁台に入ります。4桁台って、結構珍しいんじゃない？あんまりいないと思うんだけどね。まあ発売から1年ちょっと、レベルがここまで、上げることができました。で、コメントで、レベル上げの方法を教えてくださいと、いうコメントがありましたので、今日は、最近やれるレベル上げですね。やっていきたいと思います。それでは、まずは場所から。場所は、レッドストーン鉱山。まあ今も昔も、ここが一番効率がいいよね。で、ここで、まずは難易度を決めましょう。難易度は、自分の推奨のところから、3つ4つ下げたところがベストです。3つ4つ下げてから行ってください。では、行きましょう。まずは、スポナーがある場所を探しましょう。これね、毎回ね、変わるんだよね。スポナーが全くない時もあるし、むちゃくちゃある時もある。そのね、むちゃくちゃある時を、探しましょう。まあ、これはね、運次第なんで、まあ、何回も行ったり来たりして、探してみてください。今回一応スポナーはあるね。一応ある。でも、1個2個じゃないのよ。できれば、4つ5つ、それぐらい、スポナーがあるところを探しましょう。あるかな？今回ちょっとなんか、ちょっと少なそうな気もするんだよね。少なそうな気がするけども、どうだろう。まあ、一応、探していきますね。あ、これ探してる間になんかレベル1000ぐらい、なりそうだな。うん。おお、フロストバイト、美味しい。探してるうちにこれレベル上がっちゃいそうだな。あ、下のところ、ちょうどいいね。もう見てわかるように、スポナーが、4つある。あー、でもね、ダメだな。線路の上にある。線路の上にあると、もうトロッコが、引き倒しちゃうんだよね。なんで、ダメかな。ダメだね。そこの、スポナーは、ダメです。この2つか。あ、ここはまあマシかな。うん。ここはマシ。左の方に2つあって、右側に1つ。おお！レベル 1000！ レベル1000になりました。限界突破した。4桁台になりました。ありがとうございます。ついに、レベル1000到達です。ここは良さそうだね。下に、スポナーが2つあって、手前の方は、あれだね、トロッコでダメージを受けるから、消しときましょう。なんか2つね、重なってると、モンスターがね、挟まっちゃうんで、こう重なってるところはうまいこと消してあげてください。うん、今回いいと思う。全部で4つのスポナーから、ゾンビが、出だすでしょ。うん、これが、いい感じだね。できれば5個ぐらいやった方がベストなんだけども、まあ4つでも全然 OK です。うん。まあこれが従来のやり方なんだけども、これプラス、最近のアップデートで旗を持ったキャプテンが出てくるようになったでしょ。あのね、キャプテンを探します。キャプテン。おー、かわやくローブ。いいね。で、キャプテンを探して、倒しましょう。いた！キャプテン発見。で、キャプテンを倒して、旗を入手すると、変更点が出てくるのよね。デバフがつくの。で、そのデバフで、脅威が増加するのと、あと、ナイトモード。それをつけましょう。なんだ？脅威が増加。これ OK です。脅威が増加で、ナイトモードの時に出てくる敵の数が
確か増えると思うので、それを、狙ってください。まあ、ただね、どうもいけないやつとかがつくときがあるのよ。敵の HP が 200% 増加するとか、あとは何だろう、敵のダメージが 50% アップするとかね、なんかそういうわけのわからないやつが出ることがあるので、そういうときは、やり直しましょう。効率が悪いです。まあ、とにかく、旗持ちを探して倒して、で脅威の増加とナイトモード、これを目指して。おお、なんかやたらユニーク出るな。ユニークがなんか今回やたら出るね。ナイトモード来い。遠隔モブが、これは OK、 これは全然セーフですね。ナイトモード、ナイトモード、いやー、なかったね。旗はね、もうなかった。まあ、なかったときは、もうやり直してください。このナイトモードっていうのが、結構重要なんで。このナイトモードで、もう、なんだろうな。結構レベル上げって、無理ゲーなとこあったんだよ。ちょっと無理だなーって、なったとこだったんだけども、このナイトモードが来てから、このレベル上げが、こう、最盛期ぐらい、はかどるようになったんで、いいんだよね。なので、ナイトモードにはね、必ず入れるようにしておいてください。で、ナイトモードにして、あとは、敵がね、うまいこと来るラインを探して、そこで、止まって、丸ボタンか。丸ボタンに、爪楊枝かなんかを刺して、放置してください。それだけでいい。それだけで、まあ一晩放置しとくだけでどうぐらいだろうね。4か 5? それぐらいは上がると思う。高レベルで。レベル800とか900とか、それぐらいでも、一晩で4か5は上がると思うよ。レベル200台とかだったらもっと上がっていくと思うよ。で、ただ、このね、ナイトモードにしたとき、遠隔モブが出てくるのよ。遠隔モブ。弓を撃ってくるスケルトンとかが出てくるので、装備品に注意してください。装備品。防具に変更をつけるようにして。変更。で、そうすると、弓の敵も徐々に倒していくことができるので、変更はつけるようにしてください。もしくは、重力でもいい。重力をつけると、弓とかを引き寄せて倒すので、まあ、どっちかだね。変更を入れるか重力を入れるか、どっちかをやってください。で、結構ナイトモードにするとダメージが痛いのよ。痛いので、しっかりと回復できるやつっていうのを選んでください。まあ、吸血か、あとは、輝きだね。は絶対必要だと思う。で、流れ込む魂が、俺としては結構おすすめです。弓に流れ込む魂をつけて、で、この下のアーティファクト、ここに、ソウル吸収するやつを3つつけてれば、かなり HP 吸収してくれるので、それだけで、放置してても大丈夫。あとは武器選びだね。武器は、衝撃波はつけちゃダメです。衝撃波、あと雷。スポナーに攻撃が当たっちゃうようなエンチャントをつけちゃダメだね。それなしで行きましょう。まあ自分の適正レベルから3つ4つ下のところなので、そうそう死ぬことはないと思うんだけども、まあ回復はね、しっかりと入れておいてください。あんまり入れてなくって、朝気づいたら死んじゃってたっていうこともあり得るので、まあ回復はしっかり入れて、で、スポナーには攻撃を当てない。それを、意識してやってみてください。はい。まあ、とりあえず、今回はレベル1000まで上げましたね。
まだまだ上がっていくと思うので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。